はい。おはようございます。沖縄おばばです。はい。ぬこたちがね、このように、このようにリラックスしております。こちら、うんぎゃさんですねは。はい。ミケさんとね、ぱなさんですね。はい。えーとですね。えー、昨日ね、ちょっとあの、いろいろこう、興味深いなと思った動画をちょっと見ていたんですけど、おー、まあ、 この方、まあ、あの、YouTuber、YouTuber 上げてるんで、まあ、タイの陸には住んでないと思うんですけど、えー、風水師の方です。えー、馬、馬先生じゃない方の人ですね。えーこ、アナウンさんでしたっけカナン、カナンさんだっけちょっと忘れちゃったんですけど。えー、この方ね、結構当たるんですよ。それでね、風水的に見ると、どうやら、あいろんなこの騒ぎですね。 はい、騒ぎが収まるのが、来年の、立夏ですね、いわゆる、立夏に、立夏あたりになりそうだと、世界的なね、えー、落ち着きを見せるのが。で、えー、まあ、旅行とかね、えー、会社なんかで、えー、海外に行く方は、あできたら、その時期以降に行ってくれっていうことを言ってました。で、まあ、 <laughs> まあまあ落ち着くのがっていう話で、まあまあ落ち着くのがね、え、旧暦のお2月以降だって言ってましたね。来年の。ということは、まあ3月から4月ぐらいですね。3月ぐらいですね。3月ぐらい。はい。え、まあそういうことです。はい。それまでは、ちょっと大変だっていうことを言ってました。特に、特にですね。はい。旧暦です。 旧暦の12月。はい、えー。大変です。はい。ということです。えー、1月ぐらいですね、えー。が結構、世界中結構大変なことになると言っていました。あと、今年、まあ今の時期ですね。はい。この時期は、まあいろんなことが、まあ起こるんでね、えー。なんていうのかな。こう、無駄にね、いろいろ遠いところに行くのは、ちょっと とお、待った方がいいということです。まあ、旅行の計画を立てるんだったら、あ来年のね、えー、立夏ですね、立夏。はい。もしくは、あ来年の立,立春以降ですね。はい、えー、そ来年の3月以降って言ってました。あの、旧暦じゃなければ3月以降って言ってました。来年の3月以降。はい。ということです。はい。まあ、なんか、 私もね、多分落ち着かないだろうなと思ってます。早そ々うそう早くね、えー、新しい世界はちょっとやってこなさそうな感じがしてます。はい。えー、どうかこ、ここら辺もね、私の予想なんで、えー、っていうか予想っていうか勘ですね。勘です。はい。えー、まあ、いろいろな、なんていうのかな、ことが、こう見えてきまして、で、まあねめ、あの、例のね、えー F の B のね、えー、メタメタバースのこととかね、えー、まあ、日本のね、あの、ムーンのね、えー、ショットとですね。そのことと合わせて考えると、多分、あの、ちょっと先になるような気がします。新しい世界が来るのはね。まあ、そういうことです。はい。まあ、どういう三目かっていうのは分かってる人は分かってますよね。はい。ピンときますよね。はい。まあ、そういうことです。あのー、ね。 えー、まあ、もしかしたら、まあね、えー、あれをやっちゃってる人たちは、あの、もしかしたらね、みんな、ボットちゃんなのかなっていう気もしま、してきました。ちょっと、お悪いけど、なんかね、そういう気もするんですよ。はい。なので、えー、とりあえずね、えー、風水のね、えー、観点から見ると、落ち着くのは来年の3月以降ということです。 はい。それまではいろいろごたごたが起きそうです。ということですね。はい。まあ、そういうことです。まあ、ごたごた起きるだろうなと思ってます。こういう状況なのでね。はい。えー、まあ、合わせてね、考えてみてください。それからね、S の D のね、G さんですね。あれに書いてある通りですね。まあ、70%の削減ですね。そういうことです。はい。 まあ、これ以上は、ああ、ね、後でちょっと、えー、まあ、ぼかしながら説明していこうかと思いますけど、70%の削減です。はい。そういうことです。はい。炭素のね。炭素の。はい。そういうことです。はい。はい。それではね、皆さん、ああ、また、ああ、一応ね、下に貼っておきます。参考動画として。まあ、全部中国語なんで、わからないとは思うんですけど、 はい、えー、まあ、中国のね、ドランドラゴン風水ですね。まあ、ドラゴン風水結構ね、えー、的確なんですよね。はい、なぜか知らないけど、はい、そういうことです。はい、えー、それではね、皆さん、はい、えー、また、あー動画アップしますので、えー、よろしくお願いいたします。ごきげんよ、う、沖縄おばばでしたん。はーい、<laughs> ね、いいですねー。